さて、次に陸上自衛隊に2010年度から導入される新型の戦車が公開されました。ゲリラ戦での高い能力が売りですが、その照準の先にはあの国の存在があるようです。洗濯物が揺れるマンションのベランダ、そこに突然現れたのが、今日防衛省は陸上自衛隊国産4代目の戦車となる新戦車の試作車両を報道公開した。このようにマンションを背にしてみますとだいぶ大きいイメージですが、明らかにこれまでの90式戦車に比べると一回りは小型化しています。また重量もこれまでの約50トンから44トンへと大幅に軽量化したために、トレーラーに積載しての全国に向けての展開がよりやりやすくなっていると言えるでしょう。新戦車の最大の特徴は対ゲリラ戦対策、高精度カメラを搭載、戦車同士でデータを共有し、さらに他の部隊に情報を送ることで市街地でのゲリラ戦に絶大な力を発揮する。イラク戦争ではアメリカ軍の戦車は市街地などでゲリラとの戦闘にもさらされた。 RPG 対装甲ロケット砲、肩に担いで簡単に撃てるこの RPG によってテロリストらは装甲の薄い部分を攻撃してくる。苦い思いを他山の石として新戦車には RPG 阻止をも視野に入れる。その秘策とは、この砲塔の側面にこの分割式になっているのがモジュール型の装甲です。これは必要に応じて将来新しい装甲板ができたときに交換可能になります。ですから将来は少し戦車の形が変わる可能性もあります。新戦車はモジュール装甲、すなわち着せ替え自由な装甲であるため、戦闘中に被弾しても破損した部分をそのまま別の装甲に交換できる。さらに宇垣氏は新戦車の開発はある国を意識したものだという。北朝鮮の工作船が巡視船に向かって RPG を発射、さらに引き上げの際工作船からは RPG の発射機と弾が見つかった。当然北の工作員によって RPG が日本国内に持ち込まれている可能性も否定はできません。新戦車はこのような武装ゲリラとの市街戦をも視野に入れなくてはならないのです。